ては、日本語のスピーチということで、外国から来たんですけれども日本語教室で学んで日本語をだいぶ上手に話ができるようになったということの体験をスピーチしていただこうかなと思います。最初は張さん、張さんいます？あ、どっちでもいいですよ。張さんどうぞ、どうぞ前へどうぞ。張さんということで、中国の内モンゴル出身、日本に来る前は北京でお店を開いていたということで、お店はどんなお店なんですか？サラ？シャラ？はい、はい、そうですか。マイクに近づいてください。はい、伊東に去年来て、現在男の子が一人で幼稚園に通っています。8月に市内で居酒屋を開いていますということで、居酒屋の名前がシャラ。シャラ。場所は湯の花通り。湯の花通りあります。はい、そこで、はい、シャラというどういうお店なんですか？はい、食べるものとかはやっぱり中国のものですか？中国、中国料理。そうですか。ぜひ行きたいと思います。はい、それでは、張風賢さんからのスピーチをお願いします。皆さん、こんにちは。こんにちは。私は名前は張風賢と申します。去年9月、中国の北京から日本に来ました。ですが、私の家は内モンゴルにあります。子供の時、学生の時、内モンゴルに住んでいました。私の家は美しいところです。身边的不久都全部野马的事，但我我的心中野马特别么力气，野菜、キノミ、キノコ、汉堡、野菇的材料那都一般あります。そして牛と羊がたくさんいます。とても自然なところです。でも冬はすごく寒いです。一般的に零下39度。だから私たち寝るのペドは暑いです。名前はカンと申します。美味しい料理もたくさんあります。ビーフザーキー、白菜、お漬物などあります。皆さんもし気が、ありますしたありましたら遊びにいらしてくださいね。私は二十歳の人から北京で働きました。そこで今の主人に会いました。息子の信号そこで売れました。お店もオープンしました。お店の名前はサラと名付けました。今私は北京にとても感謝しています。現在ここ伊東に引っ越してきました。これからもさらも頑張って営業し続けていただきたいと思います。急に新場所が変わったのでまだ新月にはなれません。もっともっとなるのはゴミを捨てることです。私は北京に来た時は北京中国のゴミはまだ分離されていません。ただ捨てるだけでした。日本ではゴミを捨てるのに一定の時間まで必要があります。なので私はスキーの予備は月曜日と水曜日と金曜日です。なぜならゴミを捨てられる捨てられるからです。日本の野菜と果物は量が少ない
笑いに高いです。もし北京で果物を買うとしたら500円袋いっぱいになります。ですから新鮮な魚が安いくらい美味しいです。肉も美味しいくらい嬉しいです。日本の水道水はきれいです。私はとてもびっくりした。何日こんなきれいな水を飲んでいたら長生きできそうな気がします。あとインターネットで調べら納豆も長生ききれいな食べ物だと知りました。最初納豆の味は無限でしたが体にとてもよく来ていたので思い切って食べてみました。意外な味でも体に余裕と分かったら食べてします。そんな私はとても自分のことが大好きになったと思います。もうずっとでも感動したことがあります。日本は子供が病気の時病院に行けたらどんなに薬をもらっても500円しか必要がかからないことです。トイレに行けばとても清潔でトイレとペーパーが必ず置いてあります。買い物に行けば商品に国産品の買いであり、それが安心の目印どういう意味と知ったらとき、どんな自信のある国なんだと思いました。反対に日本に台風や地震が起きて、とても怖いと思いました。私の息子は今の幼稚園に通っています。毎日4時また息子を送り迎えしていますが、そこでたくさんママさんたちにお会いします。みんなハキハキと笑顔で挨拶をして子供たちの送り迎えをしています。皆さんとても親切にしてくれます。先生の子供たちの仲もとてもよく、いつも子供たちのことをよく考えてくれます。私はこのような日本の幼稚園に子供を通わせることができてとても幸せです。今私と夫は移動でお店を開いています。早く日本語を覚えてみんなと仲良くなってたくさん友達作ってもっと日本語を深めに触れたいと思っています。私はここに住んでとても幸せです。また日本語を学ぶことができてとても嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。そうなんで、去年の2月から来たんですよね、日本にはね。でそういう中で日本語を伊東にある国際交流協会の日本語教室で勉強したんですけど、向こうでは何も勉強しなかったですか？中国では日本語のことは中国語、はい。これこうやって覚えるのは書いて覚えるんですか？耳で覚えるんですか？はい、ここも勉強して。そうですか。お店の中で一番おすすめのメニュー、はい、これ食べてほしいなというのはどういうものがあります？餃子、麻婆豆腐、はい。そうですか。ぜひ行きたいと思います。ありがとうございました。張さんでした。頑張ってください。僕らもぜひね、そのお店に湯の浜通りですか、行って餃子麻婆豆腐をまずはね食べてみたいですね。まずは交わって
ね、お互いに支え合っていきましょうね。それではもう一人の日本語教室で学んでいる、現役の中学生田上龍河君、どうぞ。中国の広東省珠海市出身で現在宇佐美中の2年生です。去年の2月に日本に来て現在宇佐美に住んでいます。得意な勉強は英語と美術。ちなみに部活動は何ですか？部活行ってない。何かスポーツはやってる？バスケをやってる。じゃあ、あのマイクに近づいて喋ってくれる？お願いします。皆さんこんにちは。僕の名前は田上龍河です。宇佐美中学校3年生です。中国から来ました。僕は中国の珠海で生まれました。珠海から羽田までの飛行機は4時間かかります。珠海は香港からバスで1時間です。マカオも近いです。珠海の人口は約190万人です。珠海は伊東と同じ厚さです。珠海には大きなオペラハウスがあります。夜はライトアップされてとっても綺麗です。中国語でこんにちはをニャオと言います。ありがとうはシェイシェと言います。僕は2018年7月に日本に来ました。中国にいるとき少し日本語を勉強しました。初めて日本で学校に行ったときとっても緊張しました。中国ではジャージで学校にとって一日ジャージでいます。なので日本では教室で体操劇やるのはとても恥ずかしかったです。今は慣れたので大丈夫です。日本語もだんだん分かるようになり、新しい友達もできました。好きな教科は英語と数学と社会です。今月曜日だけ国際交流教科で日本語を勉強しています。日本語教室は楽しいです。いろんな人と話すことが面白いです。昼休みもみんなと一緒に遊んで楽しいです。高校受験のために勉強しています。将来は日本語と中国語と英語が話せるようになりたいです。ご清聴ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待ってね。中国の方で少し日本語を勉強したって言ったんだけど、どんな風に勉強したんですか？ちょっと近くで喋って、マイクの近くで。5年ぐらい。だって日本語喋ってる日本語はすごく日本語っぽいじゃんね。全然困ってない感じ今日本で。授業中困ってる？何が一番困る？先生が言ってることがわからない。そういう中で社会科も好きだって。社会科は先生が面白いんだ。歴史と地理はどっちが好きなの？歴史が好きなんだ。そう、これからも大変だと思うけど頑張ってくださいね。ありがとうございました。